よし、始めましょう。山中慎二です。いつも慎二ゴルフをご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、また傾斜シリーズですね、今日はね、左足下がりと左足上がりをお伝えしたいと思いますけど、前回に言ったつま先上がりとつま先下がり見ていただけたでしょうか。この傾斜もね、やはりね、あの時のお伝えした傾斜でね、打つための大事な4つのポイント、皆さん覚えてあります？このグリップをね、3センチ短く持つこと、スイング中二の腕を締めること、スイング中重心を低いってことですね。あとはね、フルスイングすることなく 70% ぐらいのスイングでいいってことですね。この4つ大事なんですけど、今日お伝えするね、左足下がりと左足下がりにはちょっとコツがあるんで、これマル秘ですから、これちょっとね、皆さん参考にしてみたら皆さんの傾斜も打てると思います。で、このね、左足下がりっていうのはね、皆さんやっぱり苦手ですよね。なかなかやっぱりね、ミスが多いですよね。特にね、左足下がりっていうのはですね、やはりこうやってね、左足下がってるんで、やはりですね、体重が左にこうね、重力こっちが低いんで、こう体重が左に流れて、やっぱ手元が前へ出てピラピラピラーと右に曲がることが多いですね。やはりこっちが低いんで、このままこう行ってしまって、手元がね、こう流れてしまって右に行くことが多いですね。これに対して次ね、どうするかっていうところなんですけど、ちょっとね、立ち方にもコツがあるんですけども、アドレスした時にですね、こうアドレスするんですけども、まっすぐ構えるんでなくて、少し左足を下げるんですね。少し左足をちょっと下げた状態から、腰のラインはいつもこう引き寄せて左向いてあるんですけども、ちょっとまっすぐ向きます。まっすぐ向くってことですね。その感じから、まっすぐ向いた状態から、あとはあの4つ一緒なんですけど、短く持って脇締めて重心低くして4分の3のスイングでするってことなんですね。この左足をちょっと下げるのがミソで、っていうとなぜかというとですね、やはりこの左足下がりなんで、やはりこう前に振ってしまいやすいんですね。そういう面でも、左足こうした状態からやった状態でね、体重もね、どっちかというと若干、この場合だったらね、左足下がりにおいてはですね、まあ右も左もどっちもあるんですけど、真ん中ぐらいでいいですね。左やったら左でこう行きやすいし、右やったら右やでダフりやすいと思うので、まあ、真ん中ぐらいの感覚でいいです。真ん中ぐらいで構えた状態から足のラインを少し左足下げて、腰のラインまっすぐにしとくですね。あとはその感じから、やはりね、しっかり上から下に振り抜くことのコツが大事です。しっかり上から下に振り抜くことですね。やっぱり左足下がりなんで、どうしてもね、こっちが低いから、この意識をもっとしっかり持っていかないと、やっぱりしっかりジャストミートに当たらないんで、ぜひ打ってみたいと思います。こうして脇締めます。で、左足ね、ちょっと下げた状態、腰のラインまっすぐにして、あとはですね、低く振り抜くっていうね、打った後の目線っていうのを低くすることですね。で、こういう風に低くするっていうことですね。はい、こういう風に左足下がりっていうのは、ボールが上がらないのを前提のもとね、もう自分でこう上げに行こうとするんじゃなくて、打った後は低いっていう、こう状態を持つっていうことが、左足下がりには大事なポイントですね。で、後方からですけど、左足下がりね、さっきも言ってこう言いましたけども、アドレスした状態からですね、こういう風に左足はね、若干下げます。下げた状態から腰の前まっすぐにしておきます。そうすることによって、まっすぐ降りてきて左に振り抜いていくことができるんですね。これが一番の狙いです。やっぱりまっすぐ構えるよりもね、ちょっと左足下げて腰いった方が、まっすぐ上がってきて左にしっかり振り抜けてくるんで、やはり自然なダウンブローになりやすいっていうことですね。ここ左足下がりにはすごく大事なんです。あとはね、もう打った後低い姿勢でいいですから、若干まっすぐ構えて左足下げて腰のラインまっすぐしとく。あとはね、いつも通り脇締めた状態から4分の3のスイングでコンパクトに打つっていうことですね。コンパクトに打って、はい、今のピン筋いきましたが、やはりここでもね、球を上げようっていう意識ではなくてですね、こういう風にこうしっかり球は上がらないって前提のもと、低く抑えるっていうことが左足下がりの、打つポイントです。でね、次はね、左足上がりですけどね、これはね、基本的なね、打ち方ですよね。クラブ3センチほど短く持つ、脇締めて打つ、重心低くして打つ、そしてよ、フル大振りしなくてコンパクトなね、4分の3のぐらいの規模を意識するっていうことなんですけど、ここに対してもう一つコツはですね、左足上がりにおいてもね、立ち方、アドレスの取り方、コツがあります。というのもね、こうやってアドレスに対してこう構えてですね、まっすぐ取るんではなく、こうまっすぐこう取るんではなく、若干左足を下げた状態からちょっとオープンに構えるってですね、その時点でちょっと腰をまっすぐにするってことなんですけども、こう立ってほしいんですけど、でもこれをなんで言うかっていうと、やっぱり左足上がりっていうのはね、基本ちょっと左に曲がりやすい、まあ各々あります、各々あるんですけども、基本はやはり左に曲がりやすいですね。やはりこうこっちが上がってるんで、クラブがインサイドから来やすいんで、やはり体も止まって、体もね、傾斜内使えないんで、ヘッドのターンが入りやすくなってくるんで、左に曲がりやすいっていうことですね。左足上がりは左に曲がりやすい。
そういう意味において左足上がりがやっぱり左に曲がりやすいっていうことは、こういうふうにねまっすぐこう構えちゃうとですね、こう構えた時に左サイドが左足がブロックされてしまってヘッドがパーンと返りやすくなるんで、やはりまっすぐこれ打ちにくいんですね。結構左足上がりが苦手な人結構多いんで、ここではですねアドレスした時に対して、先ほど説明しましたがまっすぐ構えるんですけど、ちょっと左足を下げる、下げるんですけども、下げちゃうとね腰、体のラインも全部左向いちゃうんで、腰のラインだけまっすぐするんですね。足だけ左足下げてオープンにして、腰だけまっすぐにする、腰だけまっすぐにするってことですね。で、体重の位置もですね、もう本当に真ん中ぐらいでいいんで、あとはその感じからですね、さっきも言ったように3ちょっと短く持って脇締めてと、重心低くして大振りしないっていうことですね。そういう風にこうすることによって、左足上がりもですねしっかりこう足のスタンスを取ってやることによって、コンパクトなスイングからこのままからずっといってこう打つっていうことですね。はい、ってなってくるとやはりですね、なってくるとですね、やはりコンパクトなスイングしながらも、今でもですね左足をちょっと下げたことによって余計なヘッドのターンがないんで、まっすぐ飛びやすいんで、ぜひねこの左足上がりの時のこの左足をちょっと下げるっていうのは秘密の工夫です。はい、よしね、では正面からの説明ですけど、左足上がりにおいてですね、やはりさっきも言ったように一番の違いはスタンスがね、ちょっと左足を下げるっていうことですね。下げることによって、やはりこうした状態からの余計なヘッドターンが、こうすることでヘッドターンがビシッとなりやすいんで、ちょっと下げた状態をすることで、いい意味でですね余計なヘッドターンをなく打つことができるんですね。この左足上がりって結構ここねやるとね、工夫こうやることによって空になくなってくるんで、あとはこう構えた状態からですね、アドレスもね、左にかけたらいいの、右にかけたらいいの、結構ありますけど、これはですね本当にまっすぐ構えるっていうことですね。もう分かりやすく言うと、地球と重力と直角に立つみたいな、これやったら斜めになって、これやったらねちょっとこうなってるんで、本当にもう5対5でかかってる状態からまっすぐ立つぐらいの気分でいいですね。あんまり難しく考えない方がいいです。何よりもこの足のスタンスの方が大事なんで、ボールの位置も真ん中ぐらいに置いた状態から、あくまでもねコンパクトなスイング、そしてですねやはり重心低くして収まるっていう、このフィニッシュもすごく大事です。左足上がりでね、結構こういう風にひっくり返る人いるんですけど、コロナってねやっぱり重力はこっちにかかってるんで、こうなりやすいんですけど、やっぱり下に届きにくくなってくるんで、しっかり打った後も重心を低くして打つことによってしっかり届きやすくなってくるんで、結構これ左足上がりが苦手な人ね、重力に引っ張られてバーンとなってしまってちょろっとなってくるんで、ずっとしっかりこういった状態から打って低く取るっていうことですね。こういう風にですからね、共通してるのは左足下がりにおいてもね、この足のちょっとねこのまっすぐ構えるのにちょっとオープンにして、腰のラインまっすぐして構えることと、打った後のフォローですよね。打った後のフォローは左足上がりでも左足下がりでもしっかり打った後フォローを低く取るっていうことですね。こうすることによってこの傾斜には負けないスイングになってきますんで、ぜひここをね注意してください。左足上がり難しいですけど、ここを制しましょう。はい、というわけでね、今日はね左足上がりと左足下がりを説明させていただきました。特にねこの2つの傾斜はね、皆さんやっぱり苦手ですよね。僕もやっぱりそのこの傾斜からやっぱりピンにつけていくっていうのはやっぱりなかなか飛ばしにくいですね。でもここをね今日は言った一番のポイントは、スタンスがちょっと左足下がりはちょっと左足を下げてオープンに構えることと、フォローが低いっていうことですね。これはつま先上がりの時とつま先下がりの時とちょっと違うとこなんで、ちょっとそこをね違いを持つと、ライバルにも差をつけれるんではないでしょうかね。はい、そんな感じにしたいと思います。でね、次回の予告、次回はですね新次ゴルフ初のルール説明をしたいと思います。皆さんルールねあんまね習うとこないんで、次回はルールまずバンカー編です。お楽しみに。まあどうでしょう、まず次回予告編してますけどね、前回続きです。まあこの予告もね、あの鬼滅をちょっとパクったんですけど、パロディですよね、はい、パクったんですけど、アニメ版の、はい、あの根津子は人間になれるんですか。ネタバレしていいんですか。いやダメですよ、何言うんですか。ダメですよ、もうこの鬼滅はね、僕の時のね、あのねドラゴンボールぐらいのときめきがあるんでね、ドラゴンボール、やばい、年がバレる。はい、またねー。